おはようございます。長老クローです。ファミコンをゲーミング化します。ファミコン改造プロジェクトの第3弾、いよいよ完結編。部品調達はダイソー縛りのゲーミング化。その前に前回伝えられなかったブー音の修理。症状はこんな感じ。原因は痛恨のマイクボリューム。ネジを緩めて分解。分解時に注意したいのがマイク。ケースにはめ込まれているので断線に注意。マイクボリュームはこんな構造。基板に塗られた2本の黒い抵抗をボリュームスイッチの鉄板と接触する位置で抵抗値を変化させてマイクボリュームを調整する仕組み。問題は鉄板の接触不良。ブブブン、長老クロウ。ボリュームを修理します。絶望的な汚れ。酸化膜とか硫化膜らしい。カセットの接点不良も同じ症状。無水エタノールで拭き取ります。抵抗と接触するのはこのあたり。ここを磨けば OK。 鉄板が変形しないように優しく綿棒でキコキコ。一瞬でそれなりに綺麗。汚れがちょっと残っているけど実用範囲。ついでなので全体をピカピカに。ノイズには関係ないけどなんとなく。汚れが落ちにくいのでコンパウンドで研磨。めちゃめちゃ綺麗になるけど銀色になってメッキが剥がれている。コンパウンドは失敗。基板もエタノールで洗浄します。ブブブン、長老クロウ。コントローラを組み立てて動作確認します。研磨した鉄板の酸化防止のためエレクトロニッククリーナーで洗浄とコーティングをします。このエレクトロニッククリーナーで洗浄すると保護用の油のようなものでコーティングされる気がするけど成分表を見てもよくわかりません。スイッチの取り付けは向きに注意。動作確認します。ボリュームをマックスにしてもブー音なし。マイクもしっかり機能。ブブブン、ブブン、長老クロウ、長老クロウ、ブブブン、長老クロウ。洗浄結果の確認です。シリーズ1回目の動画でジャンクゲーム機の汚れを確認しましたが、その洗浄結果の確認がまだだったのでご報告。まずは本体。文字の凹凸はもちろん、ザラザラのくぼみにも汚れ。マジックリンで洗ったら真っ白のピッカピカ。コントローラーも確認。隅っことか隙間に黄色いのがついている。何度見てもやばい。でも安心してください。マジックリンで洗うとピッカピカと思ったのですが、微妙に汚れが残っていたので洗い直しました。ブブブン、長老クロウ。謎の音声ノイズ対策をします。2回目の動画で電源を USB-C に
AV 出力を HDMI に変更してプロ化した副作用でブー音が発生。痛恨を外しても変化なし。いろいろと試したら原因が判明。電源線をサブ基板に直接つなぐとノイズが消える。USB ケーブルが細くて急激な消費電力変化に対応できないのでメイン基板の電源と並列に2000マイクロファラッドの電解コンデンサをつけたらノイズが消えました。ちゃちゃっと取り付け、ついでに映像出力の調整も追加。スーパーマリオの背景色が赤みがかっている気がする。色の調整は難しいけど簡易の明るさ調整は簡単。映像出力直前の75オームの抵抗を100オームの可変抵抗に変更。ネジをくるくる回すと抵抗値が変化する。抵抗値を小さくすると画面が明るくなる。大きくすると暗くなる。明るくしすぎると機器が壊れたり、暗すぎると表示の限界を超える。簡易調整なので割り切って使う。正確な調整は波形を確認した方がいいけど、今回は表示画像の雰囲気重視。いいかも。ブブブン、チョロクロウ。ゲーミング化します。ここからが本日の本題。LED を組み込んでカラフルに光ればゲーミング仕様。最新のレトロゲーム機に改造します。使うのはダイソーのタワーライト LED イルミネーション。点灯するとこんな感じ。スイッチを入れると点灯。色がゆっくり変化する。グラデーションではなく単色。分解します。筒を外そうとひねったらいきなり割れるハッキングお断りしよう。LED むき出しは寂しい。お楽しみの本体分解。開けてびっくり。思いのほかスカスカ。スイッチ部分に制御回路があると思って分解したけど、スイッチは普通。これは自動で色の変わる LED。こんなんあるって知らんかった。回路は単純。LED と抵抗をつなぐだけ。めっちゃ簡単。5V 電源で並列3個、6倍速。ブブブン、チョロクロウ。本体に組み込みます。2本のスズメッキ線を取り付けて電源を接続。そこに LED を並列に接続。取り付ける抵抗は標準の抵抗から75オームに変更。ちょっと暗めで省エネ狙い。電源オンで光り始める。カバーをつけたらグラデーションがいい感じですが、隙間の多い方から見ると LED が見えて格好悪い。拡散板を作ろうと思って筒をニッパーでカットしたら割れた。コテで溶かしながらカット。良さげです。機能の拡張に合わせてロゴも拡張。完璧。出力は HDMI。 電源は
USB-C モバイルバッテリー対応、かっこいいイルミネーションのゲーミングプロモデルの完成、またつまらぬものを作ってしまった。外観が異常に綺麗でピカピカしているのは研磨の効果。方法は次回のファミコンカセットメンテナンス編で紹介します。興味のある方はチャンネル登録お願いします。コメントもよろしくお願いします。終わり。ブブブン、チョロクロー。